はい、どうも翼です。ブラック企業を去った最後の月の給料について語ります。今ね、他にも給与明細書を集めたものを再生リストに並べてますので、よければそちらから、概要欄からお辿りくださいませ。では行きます。こちらが最後、ブラック企業、僕は実際最後去った月の給料ですね。出勤が26日、休みは1ヶ月に4日ぐらい、4日でした。勤務時間は、195時間って書いてますけど、1日15、6時間は拘束されてましたね。基本給が15万1000円、固定残業は7万4000円、固定深夜が2万円で、総支給額24万5000円ですね。人件費がプラス1040円。引かれることもありますね、これ、少なくとも。原価がマイナス2500円、光熱費がマイナス870円、総支給額が25万円ですね。健康保険が1万3000円、厚生年金が2万2000円、雇用保険が1200円、住民税が1万1000円、所得税が5万2000円、差引支給額が19万6373円ですね。もうだいぶ前に去りましたけどね、ちょっと腰がおかしくなりそうになったんでね、ここは。かなりの、今まで行った中でも一番ブラックやったかな。終わります。